goodair.com インターネットラジオ goodair.com プレゼンツ九州トークバラエティ DJ 健太郎中村フリーレディオタイムスラブスティック、おはようございます。8月4日今日はどんな朝を迎えでしょうか。どうも中村健太郎です。本日もお届けしていきますスラップスティック。暑い、九州暑いぞい。しかもね、僕が住んでるのが実家の2階なんですけれども、2階ってまあ直屋根じゃないですか。でもね、なんで電気代がもったいないですよ。うちの親が勝手に部屋のエアコンを切るんですね。で塾朝からこうやって、お昼前に11時ぐらいに、クーラーがつくようにしてて、ほんで、まあ、12時のこう休憩時間にはどうにか部屋が冷えてるという中で休憩しようと思うとは勝手に切りやがるんだな。もう暑くて暑くて今日は寝ることもできずという感じになってしまいまして、やばいです九州の暑さで。まあ、この暑さの中でね、本当子供たちも部活頑張ったりとかしてるみたいなんですけど、なんかさ、やっぱその最近根性論みたいなのがすごく強すぎるよね。なんかもっと子供たちっていろんなことにこう興味を持って、自分のやりたいことを見つけたりとか、自分探しをしたり、自分のアイデンティティを高めていくみたいな、俺はこんな経験したことある人間だよとか、俺はこんなものが好きな人間だよとか、そういうものを探すのが夏休みなのかなと思ってるんだけどもね。暑さ指数で、まあ、もうその昼前ぐらいからもう今日は外で運動しないでくださいとかっていうのは県から、ね、メールバンバン来てるんですけども、みんな部活生に死にそうな顔で、昼から塾に来たりとかね、夕方から塾に来たりと、みんな頑張ってやってくれております。まあそんな暑さなんですが、全国的に危険な暑さで、なんとですね、予想によると今日は九州39度の予想になってる。いや、やばいわ。ただやばいんだけどさ、まあ、もちろんいろんな気象条件も含めてで考えたらわかるんだけど、なんで一番暑いのが沖縄じゃないの。俺あれがいつも不思議なんだけど、沖縄か九州でしょ一番暑くなるなら。まあ、大分とかね結構がっつり言ってますけれども、昨日は確か福岡久留米で 38.4 度、ね、親戚とか住んでるから心配だったんですけれども、 38.4 度で8人死亡なんていう、まあ、そんな情報も入ってきておりました。全国で8人かな、全国で8人死亡したなんていうね、ニュースも入ってきてるようでございます。とにかく暑いんで、もうぶっちゃけさ、年寄りだとか思ってるわけじゃないけど、65歳以上の人はもう本当もう朝太陽が昇ってからすぐクーラーつけて、これ本当に危ないんで、もうもったいないとかね、そんなこと言ってる場合じゃない、命に関わる。まあ、俺も今日昼休み全く寝れなかったんで、朝から授業はあるわ、寝るのは遅くなってるわ、いろいろ問題を解いてね、脳みそも疲れてるわっていう中で、昼休みにちょっと30分寝るだけができなかっただけでもものすごくきついので、ぜひ皆さん早めにクーラーはねつけるようにしていただきたいと思います。昨日はすみません、お休みをいただきまして、ちょっとイレギュラーでじゃないですけど、本当に子供のやる気で朝から朝ね来ないはずだったんだ、誰も。だからお昼まで、お、今日は久しぶりに時間があるぞということで、夜もう本当にね疲れすぎて泥のように寝てしまいまして、朝起きてなんかクーラーつけっぱなしだったとか電気つけっぱなしだったとか、だいぶ親にぶち切れられながら切れ返したりとかしてたんですけど、まあとにかくね、もう昨日はどうしようもなく更新もできなかったんで、塾の外に出て一瞬だけ、録音をさせてお届けしましたが、結構イベント情報を取ってたの。もうせっかくね録音したのに、もうイベント終わっちまったよと思いながら、お蔵入り確定という感じなんですが、ホッタディレクターがねやるイベントのやつがちょっと紹介できなかったのはあれかなと思ったんですけど、まあ最終俺あいつから何のイベントの情報も聞いてねえからわかんねえんだけどさまあそのチラシだけの勢いでご紹介をした録音とかあったんですけども、そこら辺ボツになりました、すいません。で今日もですね、本当にずっとバタバタしていて、で本当はちょっと夜時間があったよ、時間があったんですけど、使うならこう今嫁さんのために使わなきゃダメだなと思って、こう普段ね夏休みでずっとバタバタしてるんで、こう嫁さんとほとんど会話もしてないみたいな、そんな日々なもんですから、嫁さん連れてね昨日は焼肉キングに行ってまいりました。焼肉キングに、これどうなんだよ、全国で今焼肉キングってあるのかな。 あるかあるよね、多分こっちに帰ってきた方だよね。焼肉キング行ってきましたよ、食べ放題。しかもねうちの奥さん牛タンが好きなんですよ。だからもう牛タンがあるのって一番高い3980円のコース、もうマジシャレになんねえと思いながら、
でもね、ちゃんとお得情報を調べるだけ調べて、今アプリがあるんですよね。でそのアプリをダウンロードするとお会計から 10% オフってことで、おしこれだということで食べてまいりました。久しぶりにね、本当ダイエットずっとしてたの。もうほら、うちの YouTube でダイエット企画があったじゃないですか。だからダイエット企画でまず痩せて、でちょっと戻ったところで今度リバーザップがあって、でリバーザップが終わってから太ったぐらいにモッサンとのバトルがあって、なんだろう、今年ダイエットいっぱいしてる。でもきっちりこれ戻してやろうと思ってですねとんでもない量食ってきました。もうなんか何ですか、なんか漏電かなんかしてたみたいで、昨日なんかシステムがどうのこうのでですね、頼んでも頼んでも出てこないので、途中からお兄ちゃん呼んでですね、もう牛タンとりあえず4人前持ってこいとか、ガンガン持ってこいって店潰れるぐらい食ってやりましたよ。まあそういうわけで、いただいてるメッセージもたくさんあるのにお休みをしてしまって本当に申し訳ございませんでした。そういう中でちょっと今日はね、せっかくだからいただいてるメッセージをご紹介していこうと、まあそういうわけなんでございます。実はまだ読んでないんですけども、何ぼか来てるので、あーっとよご紹介していきましょう。昨日のお休みのね、コメントにいただきました園田くんから、もういつもありがとうございます。幽霊祭りか、こうやって配信してくれると逃しにくいよね。いや本当ごめんね、チラシの映像がポワーンと流れるだけになりましたけど、もう携帯からね更新するとあんなもんが限界なんで、ありがとうございます。熊本県人吉の、人吉市にあります英国寺っていうね、西郷隆盛の位牌とかもあるところなんですけれども、まあ、そこで、毎年年に1回そのお化け屋敷があるんですよ。で僕ね、記憶にあるのが山の中で昔はあのお化け屋敷をそれやってて、血の池地獄みたいなところがあるんですよね。でそのね、血の池地獄の中からね、ガチの人間が出てきてた本当に真っ赤な池からガチの人間がブワーッと出てくるんですよ。うわーみたいな、子供心にあんた大丈夫かって思いながらね、まあなんかうわーって言わなきゃいけないなみたいな雰囲気を感じながらだったんですけれども、まあそんな本当にもうむちゃくちゃ面白い手作り感もありながら、でも人間が生身で脅かしてくれるっていうね、お化け屋敷が熊本ではありまして、年に一度のチャンス逃しましたよ今回はね。園田くん行けたんかな、もし行ってたらねありがてえんだが、まあ行ってねえか行った人いたらぜひね、どんなだったよとか教えていただければと思います。園田くんありがとうございます。それから、ダイエット企画の時の毎日更新企画のね、ダイエット企画の時のにコメントいただいております。遠足のしおりさん、ありがとうございます。そんなに太ってます、でもチャレンジ頑張って、太ってたよ。もうこの時はマックス太ってましたよ、本当やばかった、まあ、今もやばいんだけどね。遠足のしおりさん、コメントありがとうございます。よかったらねこのラジオの方にも、コメントを寄せてもらえればと思います。ありがとうございました。それから8月2日の放送で園田くん、この時もね、今日も抜かったね、仕事中に死ぬかと思ったよといただいておりやした。もう園田くんマジ気をつけてね、もうシャレになんないから。それから、奥田圭様から来ている、奥田圭チャンネルさんさんパパ様からいただいております。ビビった、うわマジで、あビビった、うわ、本当に僕が尊敬するラジオパーソナリティさんでございますが、もさいねってもさいっすか、これで塾の先生だかんねって、あ違うんです、ちょっと圭さん聞いてください。うわなんか怒られそう、うわ怒られそうで怖いんだけど、何回かほら僕顔を映しながらね、映像を出しながら撮ったやつがあるんですけれども、もう本当に今時間がない時には本当ありものの映像を今見てもらいながら、このラジオをお届けしておりますが、僕ですね毎年、その夏休みに入ってからは、まあ、実質今年はだから7月の13日からですね、夏休み入る前の、まあ、連休から、毎年夏休み僕ひげを伸ばすようにしてるんです。でこれ願掛けでひげを伸ばしておりまして、一応神社でお参り的なこともしてですね、毎年願掛けで、9月の3日4日の熊本県共通テストっていうね、テストがあるまで、ひげを伸ばすっていうのをやっておりまして、でこれもともと始めたのが、親もどうせうちの子はやって無駄だよとかね、本人もどうせ俺は勉強してもダメだからとかっていうやつらがすごく多かった時期に、僕は親父と塾を変わったりとかして、で非常に受験もまだ厳しかった時代だったんですけども、その時に誰もこうなんていうの、受かるっていうのを信じてくれないとか、どうか受かりますようにという願いを持ってくれてる人がいないっていうような子たちがちょっと多い時期があったんです。でそれで、まあ、本当に10年前ぐらいから私ひげを毎年夏は伸ばして、
でちゃんと神社に行ってお祓いしてもらって、毎年下ひげをですね、顎ひげっていうんですか、まあだから鼻の下のところ、なんか昔の塾の先生やってたんですけど、鼻の下のところですねのひげは、まあ、これ剃るんですけど、これは自分子供より成績が上の人の分は切り落とすと。で、どうか成績が今伸びてない子たちを伸ばす、成績を伸ばすの、まあ、語呂合わせ的なもんです、すいませんそれで下ひげをね毎年伸ばして、9月の3日4日のテストが終わったらザクッと剃るという、まあ、そういう毎年行っておりまして、もうモサイですか、すいませんいやでもありがてえな、こんなコメントいただいて、こんな先生に教わったら私もファンキーなノリで勉強好きになったかも。いや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 、それはもう先生になるなら奥田圭ですよ。僕はね高校生の時にこの奥田圭さんのところに僕も弟子入りをさせていただいてた時代にですね、うちの母校の九州学院の先輩なんですよね。なので一回講演会に奥田圭さんが九州学院に来てくれてお話をしてくれた時があったんですが、もう俺もこんな先生がいたらいいなって僕は思ったのは覚えてますけどね。ただこんな先生がいたら怖くて学校行けねえとも思いましたがケイさんメッセージありがとうございました。本当すいません、もうコメントいただいて、最近本当に何でしょう、なんであんなに更新してるんですか、本当びっくりします、見るたんびにねやっぱすげえなこの人はって思うのがねいっぱいあったりとかするんですけども、そのいっぱいあったりって簡単な言葉で本当表せるようなもんじゃなくて、なんだろう、僕が高校時代に奥田圭さんのところに弟子入りしてからいろいろ教えてもらったことみたいなのがすごいやっぱりいっぱいあって、その気づきの中で言ったら本当にあ、この計算のこの映像があって初めてこういうことが分かるとか、こういうことを伝えようとしているとかね、ぜひ皆さん奥田圭チャンネルのサンサンパワー見てほしいんですけど、結構ねワンカットで生き上がるって言っちゃった、お息になられるんですよ、ワンカットで本当にピンからキリまで撮るっていう、その中できっちりコメントも抑えながら、そして何を伝えようとしてるっていう、やっぱりこうどういう道になってるとか、どうやったら生きやすいとかっていうことを伝えてくれる、まあ、そういう YouTube チャンネルやってらっしゃって、やっぱ人はすごいなと僕も正直思っちゃいますね、奥田圭様本当にありがとうございました。まあ皆さんもぜひ奥田圭チャンネルを見ていただいて、いろいろとコメントなんかね、書き込んだりチャンネル登録をして、いただければなというふうに思いますけれども、そのなんだろう、こう YouTube って YouTuber がいて、 YouTuber がやっぱりこうなんかこういうもんだよね YouTuber みたいなイメージがあるじゃないですか。で僕は僕なりに今までずっと好きで自分がやりたかった仕事でもあるし、その音だけのメディアっていうラジオを本当は信じているところがすごく今でもあって、これじゃなきゃ伝わらないもの、そしてこうラジオっていう空間じゃないと伝わらないものっていうのが僕はあると思って、ずっとラジオを今までやってきたんですけども、それをこう YouTube に持ち込んだ時に、じゃあどんなことができるだろうっていうのをいろんなことを試していこうっていう中で、奥田圭っていう人はもうそれを先行くんですよね、もう立つ負けねえ、まあそういうつもりで俺頑張っていきたいなと思っているので、本当ありがとうございます。やばい、もうこのコメントくれるからこんなことになるんですよ、ありがとうございます。本当になんぼでも喋れる、山亮さんからいただいております。山亮さん初めてじゃないかな、こんにちは。8月になり夏本番に突入しましたね。体調には気をつけて頑張られてください、ありがとうございます。さて夏といえば何を想像するでしょうか。ほう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 、かき氷、そうめん、花火大会、海、いろいろありますが僕はサマーウォーズですそうきたか、あアニメの映画だよね、映画なのですが毎年夏になると思い出して見ています。そこで毎年夏になると思い出すこと、毎年夏のルーティーンなどありますか、長々と失礼しました、これからも応援して、ありがとうございます。山亮さんありがとうございます。夏のルーティーンか、でもまずサマーウォーズね、もう結構前の映画になっちゃったけどね。 でも夏か、夏といえばね、僕はもう本当に今子供時代も夏休み塾でしたし、大学に行ってからはですね、夏休みって言ったらほぼヒッチハイク、ヒッチハイクで、日本中回ってですね、今それこそこうなんだろう、こう自分を作るっていうか、ラジオを俺はやりたいと、ラジオをやるんだからこういろんな人が聞いてくれるだろうと、聞いてくれる人たちってどんな顔をしててどんな思いで生きてるのかっていうのを知りたくて、大学時代はねほぼ4年間休みといえばヒッチハイクの旅に出て日本中を回っておりましたね。行ってないのは本当に北海道も行ったんだけど、北海道の真ん中より上の方、それから沖縄ほら船乗らないとお金かかるからさ、それ以外はほとんど行ったし、日本全国の海だけは全部見た。
まあ、そういうのがね夏の僕の思い出かなと思ってるんですけど、もうここ十数年はね、12、3年は本当そういうこと全くやってないんですけれども、そうかね、夏の思い出ね、塾です、すいませんただね、その逆の思い出はあるんですよ。みんなほら夏といえば海に行ったりとかいろんな思い出があるじゃないですか。だけど僕の場合は本当に子供の頃からうちの親父が塾やってるから、夏休みに、どっか連れて行ってもらったとか、海にも本当子供の頃に何回かしか行ったことないんじゃないかなと思うんですよね。だからそういう意味では僕は夏の思い出が人よりも倍ぐらいない人、まあ、それが今の僕のこの原動力っていうか、だからこそ何か常に面白いことを見つけたいし、いろんな経験をしたいし、それはなんか子供時代にできなかったことを取り戻すとかっていうのはまた違って、なんだろう、子供時代に何も夏に大きい思い出を作ったりとかしなかったからこそ、今僕たちは精一杯こう生きながら頑張って、何か今日俺はこんなことができた、それが自己満足でいいんですけども、こんなことを知れた、こんな人に会えたとか、そういうことをねいっぱい、この夏の間僕は感じていたいなと毎年思っているところでありますけれどもね。それから夏のルーティーンですけれども、ルーティーンって言ったらねやっぱりお盆です。お盆に親戚みんな集まってね、飲み会をしたりとかっていうのがやっぱりこの僕のルーティーンかなという感じはいたします。だから実家の人吉、まあおばあちゃん家ですね、まあ今も弟しか住んでないんですけども、そちらに、毎年1回行ってお墓参りをして、で八代に帰ってきてお墓参りをして、まあ調子いい時には、お迎えにご先祖様一緒に行って、で、連れて帰ってきて、でまた連れて戻る、まあまあこんな当たり前のルーティーンしかないんですけど、でも今もそんな当たり前もなくなってきてると考えるとね、すごく大事なことかなとは思っているところです。ちょっとまた考えてきますね。山亮さんコメントありがとうございます。いや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 、夏か、夏だね、暑いねそれからモッさんからいただいておりますね。モッさんからは、旬チャンネルさんの一旦もめに送ってもらった話好きです。うん、俺も好きだった。いいね、なんかああいう話ってすごいいいなと僕思うんですけども、昔ね友達のおじいちゃんですかが一旦もめにね学校に遅れそうになったから送ってもらったっていう話がありましたけど、一旦もめでも人を襲うんだよね確かね巻きついてね。いやでもね、九州の妖怪が、あのゲゲゲの鬼太郎に出てきてる主要な妖怪って何人かいるじゃないですか。でもその中で一旦もめが鹿児島で、で塗り壁が福岡だっての全然知らなかったんですよ。福岡の妖怪と鹿児島の妖怪がゲゲゲの鬼太郎の主要キャストでいる、いや知っとくべきだったな。ただ塗り壁はね、塗り壁ってこう歩いてたら突然目の前に壁を作ってね、そこを通せんぼするわけですよ。でどっちに行こうとしてもまた通せんぼされるっていう妖怪なんですけれども、塗り壁って足元を棒でスッとすくうと必ずこけていなくなるとあっともシンプルな妖怪だったんだなと思ったら覚えてますが、僕も旬チャンネルのさんの話は本当にありがたく大好きでございます。で私もいっぱい食べようと思ったのですが入っていきませんでした。そうでしょ。だから僕は今回ね、まあ、昨日の夜が初めてもう本当に死ぬほど食ってですね、今この放送ももう胃がおかしい状態でやっております。私の胃袋はこの程度じゃない、もっと入るはずと変なプライドがうずきました。うずいちゃダメだよモッさん、太るから、本当食べたら太るから。ちなみに私が顔出ししない理由の一つは誰にも内緒でやってるからですね。知り合い以外には見てもらいたいけど知り合いにはバレたくないのジレンマです。なるほどなるほど、わかる、それはわかる、まあわかるっていうか、そのモッさんとまたちょっと違う感じなんだろうけど、僕はそのなんていうのかな、知り合いに聞かれたくない理由って、変な意味しがらみとかもう持ちたくない、そのラジオやりながらね。だから誰でも聞いてもらいたいんだけども、やっぱりこうあの人が聞いてるとかって思っちゃうと、なかなかこうやりにくいところとか出てきちゃったりするので、そういう意味ではもう言いたい放題、本当に自分が思ってることを素直に伝えながら、多分それが人を傷つけるかもしれないし怒らせるかもしれないって思いながらやるんじゃなくて、思い切ってねやっていきながら低評価もガンガンつけてもらいながらやれるようなラジオがしたいなと思って、僕はねちょっとなんとなくあまり知り合いには伝えてないですけども、慰安婦像の件、県のイベントでそれを展示するんですか。そう、愛知県のね、ただもう知事がですね、すぐ河村知事が怒ってですね、なんかちょっと文句言ったみたいですね。それで河村知事じゃないのか、あれは
まあいいや、知事はね怒ってですね、もうちょっとあれはやめてほしいという申し出はしましたみたいな話はしてましたけども、まあ慰安婦像をね今のタイミングで日本でっていうのはまだね、まあ、僕はなしだと思います正直。で慰安婦像よりね天皇陛下の顔を燃やす写真みたいなのを、そっちの方がちょっとなりえねえなと思いながら、それを日本で出さなくていいだろうとは思ったんですけれども、まあ、ただあのイベントの趣旨としてはそういうね、他の場所では表現させてもらえなかったものは集めましたっていうのは分かる、分かるんだけど、さすがにその作った人間への怒りと敵意を僕ら日本人が持ってしまうわけですけど、そこどうかなと思いますね。なぜそれを展示しようと決めたのか経緯が分かりませんが、もし県のイベントだったら愛知県は歴史認識として認めたように外国から思われかねないと懸念いたします。そうだね、確かに。まあ、ただその僕たちもさ本当に分からなくなってきてるんですよね、その歴史認識っていうか。戦争は絶対ダメだしやっちゃいけないことだし、僕ら戦後50年世代っていうのはもう本当にずっと世界に謝って生きていこうねっていう、世代でありまして、まあ、そのなんかね割とね大人はね、いやそんな風に教えたつもりはないよなんて言うんですけど、テレビもそうだしさ、何もかもがもう日本は戦争をした悪い国なんだっていう感じだったんです僕らの時代はね。だから戦争だけはやっちゃいけないっていうその矛先がさなかったんで、戦争だけはやっちゃいけないアメリカを許せないでもないし、戦争だけはやっちゃいけない日本は全て間違ってたみたいなのもちょっと違うしみたいな、だから変な状況の中でね僕ら歴史を学んできたんですけど、今だからこそもう一度その歴史を振り返って、今一度僕たちはこう考えるべきなんじゃないか、日本はなぜ戦争をしてしまったんだろうか、日本が全部何もかも一方的に悪いんだろうかと。僕も社会を教えていてやっぱり一番疑問に思うのは、いろんなそのヨーロッパの国とかが植民地を作っていって、まあ、そこにいる人たちを奴隷にしていったりとかね、迫害をしていったりとか無理やり働かせたりとか、そういうことを続けていく中で日本という国の当時の建前は大東亜戦争、まあアジアを解放するんだという戦争で始まったのとではないかという人もいるし、いやいや日本も植民地が欲しくなったんだという人もいるし、戦争をしていろんな国を脅かそうとしたとかね、世界征服をしようとしたとか、まあいろんな人たちがいるんだけど、そこの共通認識をいろんな学者の人たちがちゃんと集まって話をしてくれて、子どもたちに教えるときにはどう教えていくんだ、それは政治的なものとか抜きにして事実を前にして考える必要があるんじゃないかなと僕は思うんですけどもね。僕なりにももう一遍ね、この今戦争が終わって70年80年とこれから進んでいく中で、あの戦争について僕はどういうふうに、家族や、まあ、もし子供ができたら子供とかね、もちろん塾にいる生徒たちにもどんなふうに伝えていったらいいんだろうと。で学校では伝えられないことを唯一伝えられる場所って逆に言ったら塾しかなかったり、あるいはご家庭ですよね、しかないと思うので、まあ、そういう意味ではちょっとねいろいろ僕も考えていきたいなと思っております。金谷中央食堂しゅんチャンネルさんからもいただいておりました。おはようございます。一旦もめん探しに行ってみますマジか、マジ見つけるまで帰ってこないでね本当せめて一旦もめんのさなんか像とかあるのかな、あるんじゃないかな、絵とか像とかね、そんなのをぜひ探してきてほしいんですが、明日8月3日は令和元年鹿屋夏祭りです。さあごめんなさい、もう本当これを紹介しようと企てておったわけですがボツになりまして、中央食堂では踊り連が練り歩く通り沿いのニューワールドホテル1階に出張して生ビールとハイボールを提供します。出張旬チャンネルで夏祭り動画撮れればと企てておる、楽しみにしてますよもう本当ねごめんなさい、本当全然他の人の動画見れていないのでどうにかね見に行きたいなとは思ってるんですけども、しゅんチャンネルさんありがとうございました。というわけで今回はもうメッセージのご紹介だけであっという間に時間の方が過ぎ去ってしまいまして、今日は何の日一応ご用意はしておったんですけれども、いっぱいあるんですが今日ね走ろうの日っていう日になっているんですよ。熊本県熊本市の熊本走ろう会が、制定をした日で、日付は84走ろうと読む語呂合わせから熊本走ろう会ですね。1972年、昭和42年熊本県出身のマラソン選手金栗志壮さんを、初代名誉会長に、遅いあなたが主役です
It's a slow life をスローガンに健康マラソンの会として発足、2010年からこの日にみんなで走る走ろうの日を始めたんだそうでございます。伊達店見てね熊本県民なのに、しかもさ資料館とか見に行ったのにさ全然最近見れてなくてどうなんだろうな。いいんじゃないかな。でもちょっとね、たまには走りたいなとは思ってるんですけど、今結構体力の限界まで働いてる状態なのでちょっとね走るとかっていうのは今厳しい感じではあるんですが、まあ、金栗七三さんもね頑張ってることだし、俺もちょっとどうにか時間を作って、たまには走りに行ったりとか、久しぶりに777段登りに行ったりとかね、そういうことをしてみたいと思います。でそう、ちなみにこれもボツになっちゃったんだけど、8月2日の放送の時にお話をしてたんですが、ハーブの日だったんですよね。なのでうちの庭にあるハーブをね使って、いろいろ作ってみようと思ったんですけど、まずね殺虫剤っていうか防虫剤を作ろうと思ってローズマリーとか見に行ったらさ、がっつりローズマリーに虫がついててダメじゃんって思っちゃったので、じゃあと思ってですね、普通の、なんだミントを、まあ、積んできて、庭にいっぱいあるのでそのミントを積んできて、でミントをパーンと手で叩いてですね、で冷たいお水の中に入れて冷蔵庫に小2時間ほど入れといて、で、ハーブ水を作ろうと、まあ、こういう風に思ったんです。レモンも一かけね、入れてから作ったんですけど、フレッシュで美味しいんだけどさ、そんなうまいもんじゃなかったので、まあまあよかったらまたハーブを使ったですね、いろいろ裏技とか、なんかこんなのが作れるよとか、そういうのがあったらまた教えていただければなというふうに思います。他にもニュースもねたくさん入ってきてるんですが、今日はイベント情報をねなしていくんですけども、クリスタルガーデンでのねブライダルフェアかが、今日はありますので、よかったら熊本県八代市にお住まいの方や熊本県にお住まいの方は、ぜひ、熊本県八代市にありますクリスタルガーデンという結婚式場の方によかったら遊びに来ていただければなというふうに思います。本日はもう本当に映像の方もですね、本当ありものを当てるような感じになってすいません。また時間をどうにか作りながらですね、しっかりとスラップスティックもお届けしていければと思います。基本はもう音だけでお楽しみをいただければと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。オープニングでも言いましたけども、九州39度の予想になってますからね、マジでシャレにならないので、皆さんどうか、気をつけていただきたいと思います。それからさっきモスさんからいただいたね、愛知でやってるイベントのアート展の、まあ、監督であります津田大輔さんが、想定を超えた僕の責任でありますと、まあ、一応謝罪をしているようでございますね。まあ、ここら辺の話題も入ってきています。まあ、できればねあんまり大きくはやらないでほしかったなという感じはするんですけれども、まあ、俺も紹介している一人ではあるんですが、まあ、うまく韓国とも仲良くやっていける道をね探しながら、ただやっぱりどっかでさ、戦争という傷跡、まあ、統治をされたという歴史、日韓併合から始まったその韓国の不遇の歴史があるんだ、日本は責任を取れと言い続けるのはもういいけどさ、じゃあ俺たちもだいぶやられてっから、じゃあその責任は取ってくれるのかなとやっぱり思っちゃうところはありますよね。世耕さんもだいぶなんか国際会議で相次ぎ日本批判とかっていうね、韓国が日本批判をしてるだけなんですけれども、俺ねこれね超いいタイミングだと思うんだよね。なんかソウルなんかでもさ、日本大使館前で安倍政権を糾弾する集会が行われたりとかしてるらしいんですけど、日本が嫌いじゃなくて安倍が嫌いになってるって、なんか日本の極端な左翼の人たちと全く一緒な感じがするんだよね。だから誰かがなんか情報操作じゃないけどもさ、なんか怪しいねここら辺ね。日本を陥れようとする日本人がいるというなんか謎の現象も起こってるような気がしないでも僕はないんですけれども、まあでもこれが本当にチャンスとして、ぶっちゃけで言ったら竹島についても紛争をねちゃんと解決しようじゃないかと、日本に返してくれっていう、じゃあ国際の場で話し合いをしようと、いっぺんけりをつけようじゃないかと、まあ、国際的に話し合いをして韓国のものだと言われたら諦めようと、まあ、言うつもりで何面も提訴をしているけども、それを無視し続けている韓国、これがいいきっかけにもしかしたらなるのかもしれませんね。今日はこの辺でお別れです。どうもお相手は中村健太郎のスラップスティックでした。また明日よろしく、バイバイバイ、後ぜき。あ、今日言い忘れたけど、コメント欄にコメントよろしくお願いします。チャンネル登録もね。GoodAir.com